それでは読売ジャイアンツ対オリックスバファローズのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。小宮山さん、まずは先制点をどちらのチームが取っていくのかというところ注目ですよね。そうですね、本当に先制するかしないか大違いですからね。先制点が欲しい両チームの攻防です。高めいっぱいに決まります。148キロ、胸元へ持ってきました。ストライクです。ワンボールツーストライクと追い込みました。外れてますか。完璧なボールでしたけどね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。打ちました。一二塁間を破る。先頭バッターを出してしまいました。バッターは2番に入っている坂本。ヒットでランナーを一塁に置いています。マウンド上のピッチャーは外小葉、そしてキャッチャーは甲斐。このバッテリーをバファローズ打線がどう攻略していくか。インサイド落ちました。この打球は落ちそうだ。バッターボックスには3番村上。ワンアウトになっています。さあまず1球目、ファーストランナースタート。キャッチャー送球してセーフ。次が2球目、打ち上げてしまった。ここはフライになっています。さあそしてバッターボックスには落合が入っています。さあ2アウトにはなりましたが、ピンチは続きます。まあここもしっかり抑えて先取点を与えないようにしたいですね。なるほど、そうですね。外へ持っていきましたが入りません。インコース詰まりました。外小葉が掴んで3アウトです。さあこれからバファローズが守備につきます。中畑が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球打ち、この打球はフライになっています。バッターは2番に入っている坂本。噂はまずは先頭バッターを打ち取っています。初球空振りです。2球目打ちました。ヒットになった。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー1塁です。バッターボックスには指名打者の落合。ヒットでランナーを1塁に置いています。まずはアウトコース。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。バッターショート取った。ツーアウトになりました。さあそして打席には岡本が入ります。さあツーアウトながら一打先制のチャンス。まあやはり先制することは大事なんで先手を取りたいですね。なるほど、そうですよね。アウトコース、これは見送ってボールです。インサイド落ちました。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホーイン。インコース詰まりました。上沢が抑えて3アウトチェンジです。ついに最終回を迎えました。追いかけるバファローズの攻撃、打順は5番吉田。ジャイアンツ1点リードで打ちました。取った。アウト、ワンアウト。打席には6番バッター外崎。外小葉、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。坂本、アウト、2アウト。バッターは7番に入っている柳田。2アウトランナーありません。この回の外小葉2球でアウト。あっという間に2アウトです。そうですね、理想的なピッチングだとは思いますよ。はい、そうですよね。打ちました。セカンド取る。これで3アウト。試合終了になりました。今日は見事な完封。